今回の真犯人は全5話全シーンのそれこそ画面の隅にまで神経を使いながら、撮影を重ね完成までたどり着いたものです。昭和平成という時代をこう堪能できるドラマになっていると思いますので、また来週見たいって思えるような作品になっています。連続ドラマ W 真犯人ワウワウメンバーズオンデマンド用スペシャル動画。この動画では1話のあらすじ、完成披露試写会の様子など内容盛りだくさんでお届けします。原作は江戸川乱歩賞受賞作家の正田寛による同名小説。物語は平成20年静岡県裾野市で起きた殺人事件から始まる。被害者は中古車店を経営する人付き合いの良い紳士須藤勲。借金絡みで殺されたんじゃないですかね。だとしたらなんで現場が裾野なんだ。東京に住む男性が静岡で殺された事件、捜査が進むにつれ意外な事実が発覚する。ご協力いただき感謝します。いや、市民が警察に協力するのは当然のことです。私なんてこれで二度目ですよ。それどういう意味ですか。いや、須藤さんの息子さんが誘拐された件です。事件があったのは昭和49年10月5日だから離婚の2ヶ月後みたいですね。小畑守君5歳。時効の1年前昭和63年に特別捜査班が編成されてます。特別捜査班、管理官重藤誠一郎。そして時は遡り、舞台は昭和63年。小畑守君誘拐殺人事件の時効が成立する1年前。14年前に起きた小畑守君の事件を覚えているか。確か5歳児が行方不明になり身代金を要求する電話がかかってきた事件です。犯人はついに現れなかったかと。この事件君に引き継いでもらうことにした。特別捜査班を編成する。君が指揮を取り。ちょっとお待ちください。私もですか。安心したまえ。無事に事件を解決すればちゃんと元の椅子に戻れる。県警トップの橋上本部長の命令により特別捜査班を指揮することになった重藤。